はいどうも、四大陸のソリジャタケルです。このスウェーデン代表チームの帽子かぶりながらね、今日この動画撮っていきたいんですけども、スウェーデン野球リーグシリーズようやくね前半戦終わりまして、我々スヌベリヒートは現在南地区3位の位置につけていてですね、ただ1位2位3位はねほぼ混戦状態ということで、後半戦に向けてまた頑張っていきたいなというところなんですけども、今日はですねこの前半戦を終えてのスウェーデン野球リーグについて感じたことと、スウェーデンの野球界の状況みたいなことをね皆さんにお伝えできたらと思ってこの動画撮っていきたいと思います。皆さんに今日お伝えしたいトピック大体3つぐらいあるんですけども、その1つ目はですね、結構強力な到底蛇行の状況ですね。これね我々スヌベリの状況を見ても結構明らかなんですけども、まずねピッチャーがあんまりいない、インポートとしてね外国人選手として獲得してるピッチャーはまずいないんですよね。まあ現在はねこうアメリカの大学から帰国中の若いピッチャーとかがねいたりするんでいいんですけども、彼らが帰ってしまったりとかするとですね、結構ピッチャーの頭数自体も足りなくなってくるような状況ですね。これ一体どうしてこんな状況が起きているかっていうとですね、このスウェーデンリーグの外国人選手のシステムによるところが大きいと思うんですね。このスウェーデンリーグの外国人選手のシステム、どんな状況かというとですね、外国人ピッチャーはダブルヘッダーの2試合の中でですね、計6イニングしか投げることができないと。なので例えばねカルスクーガーっていう近所のチームなんかはピッチャーをね1人インポートしてるんですけども、先発で6回まで完封したとしても7、8、9はねローカルのピッチャーが投げなきゃいけないということで、そこで逆転されたりとかね。で裏を返せばですね、6回しか投げられないにもかかわらずピッチャーをインポートするチームっていうのがあんまり多くないってことですね。そりゃそうですね、野手を取れば2試合フルで使えるのに、まあ、限られた経済状況の中でね獲得するならじゃあ野手にするかとなるのはね当然のことだと思うんですね。対して打線っていうのはかなり強力でですね、僕がだいたい1番かなを現在打っているんですけども、その後のね3番4番5番6番あたりぐらいまではどこからホームランが出てもおかしくないみたいなね、1試合に3本ぐらいホームラン打つようなねバッターがいたりなんてことは今まではなかなかなかったですね。特にこのヨーロッパリーグの中では。そういったわけでこの強力な到底蛇行、これがねスウェーデンリーグにおける1個目の状況って感じですね。2つ目の状況、ドーナツ化現象とでも呼ぶべき。まずスウェーデンっていう国はやっぱりね他のいろんなヨーロッパ諸国なんかと比べてもどちらかといえば裕福な国なんですよね。で裕福な国っていうのはやっぱり野球の発展するスピードっていうのも速くてですね、例えば若くていい選手たちがねさっきも言ったようにアメリカの大学に、まあ、留学というかね野球をプレーしに行くっていう状況だったりとか、オランダとかあと多いのはイタリアですねのリーグにこうインポート、ヨーロッパ内のインポートとしてプレーしに行くみたいな状況ですね。まあこういった状況、まあいい面も悪い面も両方あってですね、まあいい面はもちろんそういった選手たちがすごく上手くなったりとかですね、外のいろんな情報や刺激を受けてこれをね国内に持ち帰ってくることでスウェーデン野球のレベルっていうのがすごく上がっていくってことですね。彼ら自身がねその後もちろんローカルのチームもそうだし、ナショナルチームなんかでプレーするときなんかにはすごくね強力な武器になると思うんですよね。なのでもちろんですね、どちらかといえばこれっていうのは全然推し進めていくべきものだと思うんですけども、その中にもね悪い面っていうのはあって、こうローカルでプレーする選手たちがいなくなってしまう、足りなくなってしまうってことですね。例えば僕がプレーしてるスヌベリヒートでも今ねさっきも言ったように夏休み中ということでね、アメリカの大学から帰ってきているピッチャーとかねショートとかかないたりとかして、選手がすごく充実していたりとかするんですけども、これがね夏が終わってしまうとあいつも帰るあいつも帰るみたいな感じで戦力がね結構下がってしまうと。で特にこういった選手たちっていうのは10代後半からね20代前半みたいな特にホットな年代、チームにいてくれたら活躍できるような年代の選手たちなんですよね。そういった選手たちが外に出ていってしまうせいで我々のチームはね、以前もお伝えしたことあると思うんですけども、ジュニアの16歳の選手たちが二遊間守っていたりとかですね、あとはコアになっているさっきも話したようなね3番4番5番、まあ1番の僕も含めてね30代中盤から、まあ、40代前半みたいなね選手たちが活躍していたりっていう、こういわばドーナツ化みたいな現象が起きていたりもするんですよね。まあただこの状況っていうのはね、国の野球のレベルっていうのをこうどんどん仕上げてね、もしかしたらいつか WBC の予選にねスウェーデン代表が出るみたいなことを目指すためにはどんどん推し進めていっていいことかなというふうには思います。
そして3つ目、スウェーデン野球リーグというかスウェーデン全体を取り巻く状況なんですけども、移民の多さ、これはね一つ挙げたいと思うんですよね。スウェーデンっていう国はですね、国の政策として移民っていうのをすごくたくさん受け入れている国家なんですね。でこれ表現するのすごく難しくはあるんですけども、まあ、そういった移民の是非を問うような世論っていうのはね常に活発に盛り上がっていたりとかするんですよね。でそうした中でですね、僕みたいなアジア人、日本人がスウェーデンに来るっていうのも、まあ、ある意味で移民の一種みたいなねことでもあるわけなんですけども、ただ僕が今回言いたいのはですね、スウェーデンの人たちが移民っていう存在にすごく慣れてるなっていうことなんですよね。例えばね、こうやって道を歩いていたりだとか、この国に来てすぐの頃やったベースボールクラスみたいなことをやってもですね、5人に1人とは言わないまでも10人いたら1人もしくは2人ぐらいは移民、まあ、ヨーロッパのオリジナルな人たちではないなというような人たちをね全然見かけたりとかするわけなんですよ。そうするとですね、僕は以前こちらのチャンネルでも去年いたドミニカ共和国ではですね、人種差別みたいな苦しんだりとかしたシーズンだったりしたわけなんですよ。そういったことがこのスウェーデンでは起こらないということですね。なんでかっていうと、そのね5人に1人とか10人に1人スウェーデン人じゃない人がいたら、いちいち差別してたら日が暮れるとすごく普段の生活をしていて楽なんですよね。やっぱりこうやって歩いていて何か言われるかもしれないって思いながら生活するとね、やっぱりちょっと道を歩いていても身構えていたりとかですね、ちょっと体に力が入っていたりとかね、何か言われたら言い返してやろうっていう風にこう準備していたりとかね、このスウェーデンに生活していてそういった気持ちを持たずに済んでですね、こうやってちょっとその辺を歩くにしてもですね、気兼ねなくリラックスして歩くことができる。これはねすごくこの国いい国だし、進んだ国だし、好きな国だなっていう風に感じさせてもらえるようなところなんですよね。というわけですね、今回はこの3点に関してスウェーデンのリーグで野球をプレーしてきて感じたことについてお伝えしてみました。この前半戦と後半戦の間の休みの間にもね結構いろんなことをやっていきたいと思っているので、その様子も皆さんにお伝えしながら、また後半戦この3位からねなんとか2位、1位へ駆け上がっていくことができるのかという様子についてもねお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。では4大陸の反田健でした。ではまた。